これは宇賀店長が USJ に行った時の話です。宇賀店長は絶叫系のジェットコースターに並んでました。もちろん大行列で1時間は並んだと思います。やっとの思いで自分の番が来たのでジェットコースターに乗り込みました。前から3列目でした。いつも通り膝の上にガシャンとロックバーが下がっていきます。ワクワクドキドキの始まりです。そこで事件が起きます。一番前に座っていたアジア系外国人のカップルの彼氏の方がお相撲さんみたく体が大きくて膝の上にロックバーが閉まらないのです。一度閉まったロックバーはまた上に上がって係の人にすいませんダメです降りてくださいと言われてました。一緒に降りようか、いや君だけ一人で乗ったらいいよといったやり取りで、え本当にいいのと心配そうに彼氏の方を見つめてました。彼氏は恥ずかしそうに、そして申し訳なさそうにジェットコースターを降りました。他のお客さんに気まずかったのか、その場から少し離れて物陰の方で待ってました。かわいそうに、せっかく日本まで来てこんな悲しい仕打ちはないじゃない。一体こういう時って彼女さんはどういう気持ちなんだろうと思ってました。楽しいはずのジェットコースターが、皆何とも言えない気まずい空気のまま出発となりました。もう一度膝の上にロックバーが下がります。彼女さんはまだ後ろの彼氏の方を見ています。ガシャンという大きな音とともにジェットコースターが進み出しました。ガタンゴトン、ガタンゴトン、坂道を登っていきます。ガタンゴトン、ガタンゴトン、いよいよ坂道の一番上まで来ました。ここから勢いよく猛スピードでジェットコースターが下り始めます。さあ出発です。ふと前を見たら、さっきまで悲しい顔をしていた彼女さんは両手を上に上げて誰よりも一番大きな声でフォーと叫んでました。いやそこは楽しむんかい。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の宇賀です。やってますか。おー、一つ前のビデオで仕掛け技の解説編をやりました。仕掛け技がなんで大事かっていうのは分かってもらえたと思います。でもいくら頭で分かったとしても実際にできなかったら全然意味ないよね。ある強化稽古会に A 君という男の子がいました。A 君は小学5年生で坊主頭、身長も130センチぐらいで小柄です。なんだけど出鼻面がえげつない。完璧なタイミングで身長が高い6年生にもどんどん出鼻面が決まります。あまりにすごいので稽古会が終わった後、宇賀店長は A 君のところに行きました。すごい出鼻面ですね、私に教えてください。多分 A 君は大人から教えてくださいと言われたのは初めてで、一瞬びっくりしたような顔をしたんだけど、マジでこのように教えてくれました。出鼻面ですか。こっちから一歩入って一回止まって相手をよく見ます。そして相手が出てくる時に思い切って面を打ってます。いや小学5年生とはいえ自分の言葉で説明できるって本当に理解できている証拠ですよね。私も A 君みたいに打てるようになりたい。今日は実践編です。このビデオを見て稽古すれば、普段の稽古や試合で A 君のような仕掛け技が使えるようになります。今回の話は参考にさせていただいた本がありまして、谷勝彦藩士の優美な剣道出花一戦、1760円、安い。体育とスポーツ社出版社から出ています。ぜひよかったらね、読んでみてください。では本題に入ります。まず剣道では構えや姿勢が崩れるのは悪いことだと知ってください。なぜならば、相手がたとえ打ってきたとしても自分が全く崩れてなければ打たれることはないからなんです。例えばね、こっちが中心を取って全く崩れてなければ相手が打ってきたとしても、まずなかなか剣先が邪魔になって当たらなかったりね、それとか避けたりさばいたり受けたり返したりと相手に反応することができるんですよね。大事なことを繰り返しますね。自分であれ相手であれ、姿勢や構えが崩れることは悪いこと。これまず覚えてください。そこでね、次の話に入っていきます。みんな思うんです。自分は打たれたくない、でも一本は欲しい。だから剣道では自分は崩れずに相手を崩す、これができたらね最高なんです。ほんと最高だって。自分も相手も崩れたところに隙があってそこを打たれるんだから、自分は崩れなくて相手を崩したい、なんて欲張りなんでしょう。自分が崩れないための具体的なやり方のポイントっていうのが2つあります。まず1番目は、前のビデオでもちょっと言ったんだけど、まず自分がしっかり構えてること。だからね、みんなの先生は構えとか竹刀の握りとかね、悪かったりすると、他にもね、剣先が変な方向いてたりするとめちゃめちゃやっぱりうるさいわけ。そりゃそうなのよ。だってこれから自分は崩れずに相手を崩しに行こうって言ってるのに自分の構えがもう崩れてんだから、そりゃ先生も言いますよ。
大事なことの2つ目は相手の中心真ん中を取ることなんです。なんでかっていうと人って先端恐怖症だから、まあ、多分みんなそうですよ。尖ったものを向けられるとね怖いんですよ。嫌な気持ちになります。例えばそれが刀だったり木刀だったり竹刀だったり鉄砲だったり針だったり嫌でしょ。みんな嫌な気持ちになるんです。それを相手に竹刀を使ってやるわけなんです。百秋武道具店の動画。でも先生に言われるがままにこうねちゃんとまっすぐ入ってるんだけど全然相手が崩れないんだよって人気持ちわかります。これで悩んでる人はねこの動画ちょっと見てください。真ん中を攻めます。相手動いてないでも打っちゃう。相手に避けられる返される。真ん中を攻めます。相手動いてない崩れてないでも打っちゃう。相手に避けられる返される。こういう人はねぜひ聞いてください。実はもう一つだけコツがあるんです。さっきの悪い例のビデオみたいにそこですぐ打っちゃうと攻めってあんまりね効かないんですよ。一足一刀に入ったら騙されたと思ってそこで 0.1 秒でもいいからねちょっと一瞬止まってください。すぐに打たないで、でその 0.1 秒で何をするの。そこで相手の反応を一瞬見てください。そして相手が崩れそうな瞬間を思いっきり打ちます。相手をね一瞬ほんの一瞬見るっていうのがポイントですね。このことをためって言います。真ん中を攻めます。一回相手見る、あ動いた、そこを打つ。真ん中を攻めます。一回相手見る、あ動いた、そこを打つ。百秋武道具店の動画。最後に実はねちょっとね応用編があるんですよね。さっき僕はね剣道の理想は自分を崩さずに相手を崩すことって言ったんだけどね、困ったことにね実際の稽古や試合ではそううまくいかないんですよね。いや困っちゃう本当。別の手が、もう一つの手が必要になってきます。なぜならばさっきみたいに自分は崩れない相手だけ崩すって言って中心だけ攻めてても相手にまずねバレるしとても単調になっちゃうんですよね。しかも相手もね全く同じこと考えてこうやって攻めてくるでしょ。そんな相手にね自分だけ崩れずに相手だけ崩すなんてね残念ながらねやっぱ難しいんですよね。でこの応用技の最後の具体例としては自分は確かにちょっと崩れるけど相手はもっと崩れるっていうねこの攻め方の例をね2つだけ紹介します。一つ目はね、例えばわざと自分はまっすぐ構えてるこの中心を外してね、相手の小手の下を攻めてみる。自分はね、確かにね、ちょっと崩れてるでしょ。でも相手はもっと大きく崩れるかもしれません。そこを打つ。もう一つは、例えばわざと自分のね中心を外して構えを崩して相手の左目あたりにね、ここら辺を攻めてみる。確かに自分は少し崩れてますよ、崩れてるけどでも相手はもっと大きく崩れるかもしれない。そういう方なんです。自分は少し崩れるけど相手がもっと崩れる、それだったらこういう攻めもバッチリ OK なわけです。以上が仕掛け技の実践編の動画になります。僕の動画ではこのように小さい階段をね少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。百秋武道具店は大人向け手差し防具の専門店です。当店独自の 3D 計測を使った物見合わせが大好評。立ち姿が変わるのでたくさんのお客様が商談審査に合格されています。打ち合わせやご相談には宇賀店長が直接対応。まずは当店のホームページから無料カタログをご請求ください。